昨日動画を出した直後に「まさか鈴木宗男離党届を出して除名処分なしに」とか報道されてかなわないよ。俺フルテロップだからそこそこ時間かかるのよ動画の編集に。そしてこの離党騒動続報が出てるというかなんというか。 皆さん、こんにちは、ハンにです。本日は2023年10月11日ですね。で、この動画では、ロシア訪問鈴木宗男、維新の会から除名処分のはずが、直前に離党届け受理される騒動の周辺情報、及び11日午後に行われた藤田幹事長の会見などを通じての維新の弁解などをお届けしますので、なんじゃそりゃと呆れ変えられた方は、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。 動画が面白くてもね、高評価お願いします。まあ、うちのチャンネル、維新推しの方もいるから、その人は、そんなことないっておっしゃるだろうけど、ねでは、今回の目次は、こちらです。で、ロシアによるウクライナ侵略を日本は批判し、それには当然、日本維新の会も入ってるのですが、ロシアと距離が近すぎる鈴木宗男氏は、独自に新ロシア活動を進めます。 ロシア大使館主催のパーティーに戦火でも出席したり、また今年の5月には手続きを全部済ませてロシアに行くところでしたが相手方の都合がつかず断念。その際に維新の馬場代表は延期してほしいと申し入れをしたと報じられてますね。ただついに今年の10月初めに鈴木氏はロシアに旅立つ。 国会での手続きを経ているものの、維新の手続きを怠り、そして現地ではメディアに出て、ロシアの勝利を信じている発言を行い、あれこれ、維新の方針とちゃうじゃん突っ込みを受けて帰国。維新としては、手続きに問題があった、改善される余地がない、ということを通知して、鈴木宗男氏の維新からの除名処分が決まった、という状態だったので、その処分が理由とマッチしてないね、ということで、政党として大丈夫かしら、と突っ込んでたのが、 前回までの話でした。ただ、驚きましたね。こちらをご覧ください。こちらは朝日新聞デジタル10月10日の記事ですね。見出しは。放浪の鈴木宗男氏、維新離島で決着。一旦は除名決定もですね。では、中身も見ておきましょう。以下、一部引用です。所属する日本維の会に事前に届けずにロシアを訪問した鈴木宗男参院議員比例が10日、自主的に離島した。 維新はこの日、鈴木氏を除名とする処分を一旦決めたが、自分から身を引くということを尊重した藤田幹事長として、鈴木氏の離党届を受け入れた。鈴木氏が処分伝達の前に、党に迷惑をかけた、身を引きたいとして、その場で離党届を書いて提出したことから、馬場氏の判断で離党を認めることにしたという。 党幹部によると、鈴木氏は6日の党記委員会で、今後も海外渡航の届けを出すつもりはないと発言したといい、今後も党のルールに従う見込みがないと判断した。以下略。以上ですね。おいおい、鈴木宗を、今後も海外渡航の届けを出すつもりはないとか言ってるのほんまかいな。国会に対しての届けは、今回も5月も出してるのよ。そして5月の報道を見る限り、馬場代表などが事前に、 渡航を延期してほしいと求めていたってこともあるので、党に対して内緒で行こうってのが鈴木宗男って話でもなかったはず。うーん、なんか、鈴木宗男議員の手のひらの上で維新が踊らされてるで、報道では、例えば FBS によれば、実際に除名処分を通知しに行くと、その場には鈴木宗男氏の他に顧問弁護士を名乗る人物が同席していた。 鈴木氏はオープンの場で話してもいいよと言い始めたなど報じてますね。で、結局今回の騒動、処分される前に離党取る気を出すということで、処分はなくなって離党でおしまいということですね。で、実はここら辺、ちょっとしたからくりというか、面倒くさい話があるというか、なんというか。こちらをご覧ください。こちらは10月11日の有田義雄元議員のツイートですね。以下、引用です。 鈴木宗男議員は除名される前に離党しなければならなかった。除名された場合、誓約書4にあるように議員を辞職しなければならないからだ。以上ですね。 で、このツイートには、誓約書になるものがあり、日本維新の会の特別党員になるにあたり、除名処分を食らったら、議員または主張の公職を辞職するという約束を示す文章が添付されてるんですね。はい。ですから、この誓約書上は、鈴木議員は除名を食らうと議員を辞める必要があるので、だから離党届で済ませようとしたのではないかという憶測ですね。ただこの件、 維新の藤田幹事長会見で本日10月11日に説明がなされており、やはり憲法上議員の職を党が剥奪したりはできないので、この制約書で直ちに議員の地位を剥奪するとか、そんなのは無理だろうという話をされてますね。まあ、それはそうだと思いますよ。 ここら辺、ガチで裁判で争われたことがあるかわかりませんが、議員の地位を保障しようとする憲法の趣旨などから考えると、独自に党でそのような議員資格を奪い取る契約を結ぶことが可能か、それを強制できるかっていうのは微妙だと思う。分かって誓約書を書いたんだろうという人もいるでしょうが、契約は納得して書いたら全部有効というわけでもないですね。 とはいうものの、本当に除名にした場合に、この誓約書の内容をどうするねんって話は浮上してきちゃうので、場合によっては他の議員にも影響があるので、ある意味、離党届けというのは維新を救ったのかもしれない。で、まあ、ここからはただの妄想になりますが、これ、鈴木議員がうまくやったのか、それとも維新との出来レースだったのか。 で、普通は、除名処分を出す際に、相手がそれに連動して、離党届を出しても、それは保留にして除名にするってのが普通ですね。例えば、パッと思いつくのは、立憲民主党の元議員で、コロナ禍の緊急事態宣言中にオッパブ活動がバレた高井隆氏。彼は現在、令和新選組幹事長、非議員の立場ですが、彼は枝野幸夫にぶち切れられて、 離党届が認められずに、除名除籍処分になってますね。対して、憲法改正にあたっての、勉強会での問題行動があった、として話題に上がった、本田平直氏彼は、西村ちなみ議員の配偶者であり、現在、米山隆一議員の秘書をやってるはずですが、彼は、党員資格停止処分が出るということが分かったために、離党届を出して、それが認められて離党ですね。また、今井正人前議員や、塩村彩香議員らは、 共に国民民主党に離党届を出していますが、受理されずに除籍処分ですね。ほら、塩村彩香議員なんかはこの件自分で、とろしてますね。すなわち。さすがにこれは維新がおかしい。私も国民民主に離党届を出したが、受理されず、後日除名処分を受けている。普通は受理せずに、後日に除名とするとコメントしていますね。まあ、これは正直言って、この除名処分の時には、離党届で回避とかあかんやろってのは思うよね。そもそも離党は形式 で、このような除名処分時に離党届を認めるということは、じゃあ除名処分に関する理由をどうするねんっていうことがある。すなわち、ある意味、党にとって滞在を貸してるわけで、結局は処分をしないでいいってどういうことやねんってのはある。 まあ、とは言っても、維新って変な政党で、例えば下地元議員は、以前維新から除名処分を食らってますが、最近、お前よく頑張ってるから、除名撤回なってことになってますよね。うーん、除名って何だっけ。で、また、今回藤田幹事長会見を聞いて、改めて明らかになったのですが、やはり今回の本来の除名処分の理由は、あくまで手続きのミスの話であって、ロシアでの問題発言とか、そういうのは言ってません。 本日の役員会でも処分理由にそのようなことを含めるべきだったのではという意見が出たという藤田幹事長発言がありますから。で、どうも鈴木議員がこれからも渡航前に届け出を出すつもりはないと言ったから改善不可能ってことで除名ってことになったらしいんですが、やっぱり変なのよね。手続きミスを繰り返すから除名ってよくわからない。 で、これ、昨日の動画でもちゃんと説明してるのに、不思議な事論を展開してる人がいるので困るんですが、維新が処分の理由として、手続き的な問題についてしか挙げてないんですよね。コメントの中には、こんなの鈴木宗男がロシアに神話的な活動をしているのを問題視してるに決まってるやんとか言ってる人がいるんですが、それは誰でも想像してるんだよと。大事なことは、それを入れずに、あえて維新が手続きミスだけを理由に除名にしようとしたこと。 で、鈴木氏は、意見の相違を理由に除名するなら、裁判も考える旨、宣言してましたよね。そして、それを意識したのか、馬場代表らが除名の通知を持ってきた際に、顧問弁護士を鈴木氏は最初同席させていた。従って鈴木氏は、本来除名になるようなものじゃない。手続きミスの件でなら、除名を受け入れる。という変な道を用意して、維新はそれに乗ったということですね。ここから妄想できるのは、 維新が曲がりなりにも意見の相違を理由に除名をするという近代政党としてかなりあり得ないことを理由に処分するということを避けさせようとしたある意味丸山議員の時のトラブルを回避させることになったということである意味これは鈴木宗男が維新をかばった下手したら維新側と鈴木宗男との出来レースという考え方もしくは本来であるなら鈴木氏の問題行動を理由に処分をしたかったが 鈴木氏のある種の脅しが効いて裁判などを回避したい。もしくは鈴木宗男議員に弱みを維新が握られていて処分理由を変えざるを得なかった。その度に維新は手続き的な問題でも除名するという罪と罰のアンバランスな処分をするという汚点を残してしまった。鈴木宗男による嫌がらせという考え方などがあるかな。いや、何にせよ、変んてこだよね。 で、まあ、そもそも、丸山議員に対する処分も、相当変といえば変なんだよね。特殊な考え方を表明して除名って、罪と罰のバランスが取れてない。だから未だに、丸山議員の除名って、政治家の人間や法律家の人間から評判がいいわけではない。そして、以前から言ってるように、鈴木宗男がロシア側の発言をしてきたのは、それこそ入党前からだって、今更処分ってのも、白々しいってのもあるんだよね。その考えを理由に処分をするってのは、 なんか裏がありそうだなって思ってしまう。今回の続き宗男議員に対する対応は、その意味で、すなわち安易に除名にしないという意味で、 丸山議員時代よりも維新が成熟したという理解をする人もいますが、うーん、どうなんだろう。だったらそもそも除名とか言わなくていいわけだし、党員資格停止処分で十分じゃないかという気もする。また自分の説に突っ込みを入れるわけですが、維新と鈴木宗男の出来レースなら、除名処分が決定する前に、それこそ9日にでも離党届を出せば混乱は少なかったわけだからな。 まあ、維新の除名という態度を示したという意味はあるかもしれないけどさ、なんか私は維新にムカついたから鈴木宗男氏が暴れたという気もするな。だいたい今後も手続きを守りませんとか断言するってのもおかしいしな。全てが鈴木宗男劇場にやられたって気もするな。まあね、特に根拠があるってわけでもないんですけども、やはりね、維新側が発表してる内容とか、鈴木議員の発言内容とかがおかしいので、 この問題に関してはいろいろ妄想させるな、そんなふうに私は思ったんですけども、皆さんはいかがお考えでしょうかぜひともね、皆さんの感想コメント欄、もしくは皆さんの妄想コメント欄でお伝えください。また、鈴木宗男議員のライバルといえば小西議員かもしれませんが、違うかなその小西議員が鈴木宗男議員を脅した件について詳細に説明した動画をこちら側に、また、その小西議員が 三原淳子議員とアイコンタクトをしていたのに、安倍元総理に邪魔されたとね、訳の分からんことを伝えた動画をこちら側に、何の関係があるんだろう。ご用意していますので、ご存知ない話がある方はね、ぜひともチェックして,てください。また、この話の前段となります、鈴木宗男議員の処分に関する検討に関してね、前回出した動画をこちら側にご用意してますので、よかったらね、こっちもチェックして,てください。では次の動画、ライブなどでお会いしましょう。バイバイ。